パパは、悪者チャンピオンは、2014年発売の作、板橋正宏絵、吉田直礼による日本の絵本。および、これを原作とした2018年公開の日本映画。悪役レスラーとして活躍する父と息子の絆を描いた作品。2011年に、岩崎書店から作、板橋正宏絵、吉田直礼による、パパの仕事は、悪者ですが発売。 01の協力を得て2013年1月には絵本プロレス全国の頑張るお父さんに捧げるスペシャル応援マッチとして登場人物の実演がなされたパパワルシリーズ第2作として2014年に兄弟であるパパは悪者チャンピオンを発売2018年には第3作悪者パパの代々大ファンが発売第3作のみイラストを 佐藤正則が担当している。口述のように、第一作、第二作を原作として映画化がなされ、多くのメディアミックスを生んだ。大村隆はかつては、人気と実力を兼ね備えたプロレス界のエースとして、活躍していたが、怪我や世代交代の影響で、今は、悪役覆面レスラーごッきぶりマスクとして、観客からブーイングを浴びながら、リングに上がる日々を送っていた。しかし、 そのことを、現在9歳になる、息子の翔太には打ち明けられずにおり、高志と妻のしおりは、翔太には大きくなったら父親の仕事を教えてあげると、約束していた。だが、ある日、翔太は、ひょんなことから、父親が、ゴキブリマスクであることを知ってしまう。大きなショックを受けた翔太は、学校でも肩身の狭い思いをし、高志に、悪者のパパなんて大嫌いと言い放つ。しかしやがて、 翔太は必死で戦うゴキブリマスクの姿が次第に、かっこよく見えてくるようになる。2018年公開。プロレスラー、棚橋博の初主演映画であり、新日本プロレスの現役レスラーが多数出演している。東京都推奨映画、エイリン者映画審議会推薦作品、及び厚生労働省社会保障審議会推薦。富川国際ファンタスティック映画祭2019。 マイファン・チルドレン・エス・ジュリアワード受賞。2019年1月21日に開催された新日本プロレスの後楽園ホール大会では映画の世界観を再現したスペシャルマッチが行われた。映画脚本をもとに描かれているが、マスクデザインなどにオリジナル要素が加えている。原作、板橋正宏、脚本、藤村京平。 2018年6月16日に岩崎書店から発売されたノベライズ本。ありがとうございます。